はい、皆様こんにちは、オレンジ山本です。今回ご紹介するテントはこちら、スノーピークアメニティドーム M になります。スノーピークの中でも本当定番中の定番、まあドームテントって言われる中の、あの定番中の定番です。まあ、S、M、L と3サイズ今ラインナップがあって、そのまあ要は一番真ん中ですね、一番オーソドックスな M サイズを今日は立ててみたいなと思います。あのまあお値段もさることながら立てるのも非常に楽で、で中の広さもですね、あのしっかりありますので、これからテント購入検討してるなっていうお客様いたら必見です。じゃあ最後までご覧ください。はい、今袋から広げた状態です。皆様から向かって左側ですね、合ってますね。本体です、フライシートです。でフレームになります。でフレームはゴールドが2本と緑が1本と何もないのが1本、計4本になってます。じゃあ今から立ててみます。はい、でまず広げました。でその後にですね、やらなきゃいけないのがフレームを通すんですけれども、この商品、まあ、要はこう2本のクロスに対して1本入り口のところにこうクロスというかフレームが入ります。なので本体を持ち上げるのは計3本になります。でまずは軸となるところですね、この黄色で黄色、まあ、ゴールド黄色どっちでもいいと思うんですけども、まずはこの2本を入れていきます。で普通のドームテントと同じなので、つなげながらスリーブにゆっくりと通していってください。本当慣れれば多分15分ぐらいで立つと思いますので、はい、で今2本入れ終わりました。で、片方の末端ですね、ピンありますので入れてください。でこれ反対側も同じようにピンを入れてください。で入れた状態で次に、まあ、前でも後ろでもどっちでもいいんですけれども、まあ、今日は後ろ2本入れたんで前ですね、曲げながらよいしょ、ピンを入れてください。で反対側ですね。で反対側は今度立ち上がるので、こう引っ張りながらですね、こういう状態ですね。これで入れていっていただいて、で最後よいしょ、下のピンの位置を確認して入れてください。はい、で次ですね、緑のポールがどこに行くかというと、これまあ入り口です。で入り口側、まあ、見極める時って、まあ、このウェビングテープというテープがあるのがまあ前になるんですけれども、そこの入り口のところを見ると緑の縁があるスリーブがあります。でここに対してフレームを刺していきます。で組み終わったら、ちょっとね最初怖いかもしれないですけれども、くぐーっと曲げながらこの緑のラインですね、緑のラインのこのピンにはめてください。で反対側に回ってもらって、この時もこう下確認してもらって、ぐーっと向こうに押しながら最後ピンに入れてもらったら簡単に入ります。はい、じゃ あのフライシートをかぶせていきたいなと思います。でフライシート、これもあの前後がありますので、そこをちゃんと見極めてやんないとぐるっとまた回さなきゃいけないので、なのでまあ一番いいのはかぶせる前に横で一旦広げれたら広げてみてください。で広げてもらって、でこの入り口がある方ですね、ここですね、この赤いこのサイドに入り口がこうぐっとこう切られてる方、プラスアルファスリーブが通る方ですね、このスリーブがあるのが前と覚えておいてもらえれば分かりやすいかなと思います。じゃあちょっとかぶしていきます。
でここですね、本体とフレームの部分をくっつけるのにバックルって言われるプラスチック の、 商品がついてます。なのでこれでパチッと止めてもらって、で次ですね、ここですね、ここも同じようにあるのでここでカチッと止めてください。で後ろですね、後ろも同じように、これが計6箇所ですね。左3つ、右3つになるので、反対側もやってみます。はい、でここまでフライシート、今バックルまで止めました。止めたら次、前室の部分を作るのに、フレーム最後残ってる1本ですね。でこの1本がじゃあどこに入るのっていうと、このさっき、前ですよっていうのが分かりやすいように言ってたこのスリーブですね、ここに通していってください。でこう通らない場合よくあるんですけど、その場合は無理せず反対側来てもらって、こう押してあげるようにすれば綺麗に入っていきますので、はい、で通したこのフレームですね、このフレームをじゃあ止めていくんですけれども、ここ、このピンですね、でピンが必ず外側に来てテープのねじれがない状態を作ってください。よくあるのが内側向いててこうねじれてるとかっていうのがあるので、必ずテープはねじれてないように確認をしてもらってはめてください。ではめて離した状態で次反対側ですね。で反対側のこのゴールド、黄色ですね、入れたところ、これ2箇所実はピンがあります。で外側が、本体側のフレームです。で内側が今入れたこのフレーム、ここですね、これを入れていただいて、とりあえずこれでフレームは完成です。はい、で本体、まあ前室のフレームを入れて本体をとりあえず押さえに行きます。なので6箇所ですね、6箇所ペグ打ちをしてください。で、今本体が固定されて、次前室ですね、前の部分、まずこのフックがこのフレームの根元のところにかかります。でかけてもらって、離しちゃうとまた向こう行っちゃいますんで、前室の前の部分を手で持ちながらぐっと引っ張ってあげて、で入り口開く部分ですね、この真ん中がメインで開きますので、そうじゃない方、2つゴムがついてますけど、右側ですね、こっちの方をテクダウンします。でこの時にあんまりこっちに行きすぎるとダルダルになるし、反対に行くとこっちがたるむので、ちょうどいい角度、いい塩梅のところで打ってください。はい、で、フライシートかぶせました。で、まあ、ペグも全部打ちました。本体できました。じゃあ中に入ってきてもらって、この赤のテープですね、ちょうどクロスしてる部分、ここが、まあ、止まってないとこう縫い目の位置とかも全部ずれるので、指でぐっとこう正しい位置まで持ってきてもらって止めてください。これで正しい位置で固定されます。これ、左側ももちろんありますし、後ろもあるので、それをやってください。はい、これでアメニティドーム M 完成ですと言いたいところなんですけれども、まあ、これロープ余ってるじゃないですかって多分お声あると思うんですけど、まあ、風がきつくない時は基本、まあ張っても張らなくてもいいと思います。まあ、もちろん張った方がいいに越したことはないんですけれども、ただ風が強い時は絶対張ってください。じゃないとテントがこうぐにゃぐにゃぐにゃで最後フレームポキッと折れたり曲がったりしますので、それだけ1点注意してください。今回はごめんなさい、ロープ張らないバージョンでいきます。はい、今中に入ってきました。まあ、高さはね、正直それほど高くはないです。でこれ一応設定が大人2の子供3です。で、まあ、十分、まあ、大人多分4ぐらいまでは全然余裕で寝れると思います。
なので、まあ、ファミリー向けの、まあ、ドーム型テントっていうところのベーシックな形になります。で、特徴としたらここですね、まあ、ベンチレーションあります。で、外のフライシートのところに、まあ、要は板が入ってる、棒があるんですけど、それをピッと立ててもらうと口が開いて、倒せば口が閉じるみたいな、そういうベンチレーションが1個ついてます。と、あと嬉しいのがやっぱこれですね、こうランタン、ちっちゃいランタンですね、引っ掛けれるように、まあ、リングがついてるのと、あとまあ四隅に同じようなものついてるので、まあネット張ったりとかロープ吊るしたりとかっていうところができるので、まあ、いろんなアレンジができるっていうのがまあ特徴かなと思います。もちろん後ろも今閉めてますけれども、これも開きますので、まあ、開いたら風通しもしっかりあるので、まあ、年間通して使っていただけるドームテントじゃないかなと思います。はい、で、撤収の時のポイントなんですけれども、これ全部閉めてしまうと中の空気が抜けにくくなるので、ちょっと開けときます。上のベンチレーションもちょっと開けといてください。で、同様にこの、入り口側も、開けといていただければと思います。で、だいたいみんな下開けるんですけど、下開けると、まあ、例えば芝生であったりとか、まあ、ゴミであったりっていうのが拾いやすくなるので、まあ、僕は上を開けます。まあ、ここは個人差もあると思うんですけれども、まあ、上を開けてあげることによって結構ゴミ入らなかったりするので、そこは、まあ、どちらでも正解なので必ず覚えておいてください。はい、で、フライシート撤収なんですけれども、まずは半分に折ってください。で、その時に形が左右いびつなので、ポイントはこの黄色ですね、ここを合わせてあげるっていうところと、緑を合わせるのと反対側の黄色ですね、ここは左右対称なの で、あとはそれによって広げてもらいます。で、広げて次にいらない部分ですね、この出っ張った部分、ここまずいらないんで、ここ入れてもらって、で、開く方ですね、これを内側に1回入れてください。で、ここも形がいびつなんで、一旦内側に入れてから最後やってもらうと多分綺麗に入るはずです。はい、これでアメニティドーム M 撤収完了です。はい、皆様いかがだったでしょうか。今回ご紹介したテント、スノーピークアメニティドーム M、 もう本当に非常にベーシックです。これ以上ないぐらいのベーシックなテントです。なんて言ったらいいんですかね、本当に何だろう、一発目買うにはこんだけ適したテントないんじゃないかなっていうぐらい、誰でも建てれて誰でも撤収できるテントになってます。で、お値段の方もですね、まあ、リーズナブルに設定されてますので、まあ、これとあとはタープですね、組み合わせていただいてキャンプにデビューしていただくっていうところが一番こう導入しやすいかなと思います。ぜひご検討いただければと思います。で、オレンジではですね、販売チャンネル2つございます。店舗とウェブサイトで、ウェブサイトでご質問ってなかなかこうやっぱりレビュー見たりなんだりしても分かんないところ多いと思います。なのでよかったらご連絡いただければご対応させていただきますので、ぜひご連絡ください。あと店舗来ていただけるお客様、来ていただいたら分からないこと全部うちのスタッフの方にぶつけてください。一つ一つお答えさせていただきます。で、店舗でご購入いただいたお客様に限りなんですけれども、隣の芝生で後日になると思いますがレクチャー立て方ですね、教えさせていただいているので、ぜひそれもご活用ください。まあね、コロナっていうところが、まあ、今これ撮影している時がちょっと落ち着いてるんですけれども、やっぱりおうち時間もしくは、まあ、街じゃなくてですね、外、それも郊外
に遊びに行こうって思ってらっしゃる方非常に多いと思います。宿泊ってちょっとまあハードル高いなと思われてるかもしれないですけれども、一歩踏み出していただければすごい楽しい世界が待ってると思いますので、ぜひこれを機にご検討いただけたらと思います。